写実的にして妖艶な女性像。日展で20代にして特選を2度も受賞した若き天才画家がいる。新進気鋭の油彩画家、中島健太。今中島の作品には買い手が殺到、完売作家として注目を浴びている。そんな彼が最も力を注ぐ部分、それは目の表現。目に陰影を加えると作品に命が吹き込まれる。比べてみると瞳に光が宿り、深い感情が伝わってくる。このどこか生めかしい女性の視線から人々は目が離せなくなるのかもしれない。